本最大規模の e スポーツイベント、レイジで、スクウェアエニックスが提供する、スマートフォン向けリアルタイム、カードバトル、サーヴァント・オブ・スローンズ、サーヴァント・オブ・スローンズの全国大会が開催された。アベマ TV のウルトラゲームスチャンネルでは6月17日に行われたレイジ・サーヴァント・オブ・セロンズ・インペリアル GF の模様を生中継。東日本予選を1位で通過していた明治さんが初代チャンピオンの座に輝き、優勝賞金400万円を手中に収めた。今年1月にリリースされたサーヴァント・オブ・セロンズ初となる全国大会は賞金総額1000万円というレイジならではの大盤振る舞い。400万円の優勝賞金を目指してオンライン予選にはなんと約7000人のプレイヤーが参加した。激しい競争を勝ち抜いてグランドファイナルにたどり着いたのはアルトリア、マーヤ、クラリネ、明治さんの4人。敗者にも決勝進出の可能性が残される変則的なトーナメントでそれぞれの個性がぶつかり合う。激戦に次ぐ激戦を制して決勝に勝ち残ったのは西日本予選を2位で通過した国際式の府アンタジスタアルトリアと東日本予選1位の清廉なる三奪者明治さんだった。アルトリアは初戦で明治さんに敗れながらもルーザーズ負け物復活トーナメントでクラリネとマーヤを立て続けに撃破。決勝戦を前に最高です。無名の選手でもここまで来れると証明できたと息が上がる。一方、賞金ではなくスクエニの内定が欲しいと語るほどのスクエニ愛を誇る明治さんは無敗のまま決勝まで勝ち上がり、勝ち負けよりも楽しさや悔しさの方が大事と無欲を強調。戦前の言葉は控えめな両人だったが、最終決戦ではこれまで以上に激しい削り合いを展開した。1本目はお互いにティアナを繰り出す同キャラ対決。まずはアルトリアが愛用するペルセポネが明治さん右下の砦に攻め込んで大ダメージを与える。対する明治さんもドラゴンなどを駆使してアルトリアの右上の砦を攻め込み体力を大きく削っていく。その結果最初に崩壊したのはアルトリアの砦。しかし終了間際にアルトリアもペルセポネで明治さんの砦を壊しお互いに譲らぬまま試合はエキストラタイムに突入。その後、明治さんの波状攻撃をアルトリアがしのぐ展開が続くが、残り1分というところでお互いの攻めが交錯。最後は赤ずきんがアルトリアの砦を破壊し、1本目は明治さんの勝利となった。明治さんにとっては勝てば優勝となる2本目だが、アルトリアもそう簡単に流行られない。1本目と同様にペルセポネで先制パンチをお見舞いし、明治さんの砦の体力を大きく削る。しかし、ここで焦らないのが明治さん。徐々に体勢を整えると、最悪の投を駆使して形勢を逆転。最後は陣雷でアルトリアの砦を破壊し、2対0のストレートで文句なしの勝利を飾った。試合終了後、歓喜の涙を流す明治さんは、練習に付き合ってくれた方々やアドバイスをくれた方々、そして応援してくれた方々、みんなに感謝したいと思いますと語り、大きなガッツポーズを披露。
一方、惜しくも準優勝となった後、ルトリアは楽しかったです。でもデッキが攻撃特化すぎて防御で来ませんでしたねと苦笑い。解説を務めていたネモ氏は、アルトリア選手のペルセポネで倒したいという気持ち、それを上回った明治さんの防衛力が素晴らしかった。圧倒的な強さでしたねと初代チャンピオンを称えた。表彰式で賞金の400万円を授与され、レイジの友情トロフィーを頭上に高く掲げた明治さん。まだに信じられないといった表情で現実味がないです。僕だけの力で優勝したわけではないので、力を貸してくれた方に恩返しをしたいと謙虚に話すと、3歳の頃に父親とやったドラクエに始まり、ずっとスクエニのゲームをやってきた。そんな大好きなスクエニのゲームで優勝できて縁を感じますと、改めてスクエニ愛を強調。ゲームを愛する少年の一途な思いが結実したシーンに、幕張メッセの観客からも大きな拍手が送られていた。チアベマ TV 見逃し視聴。レイジサーヴァントオブセロンズインペリアル GF6/18 月曜日19時レイジ SFV オールスターリーグ第4節6/19火曜日19時レイジ SFV オールスターリーグ第5節レイジサーヴァントオブセロンズインペリアル GF 無料のインターネットテレビはアベマ TV、 アベマ TV 出演者は出演進行 MC 辻吉成オリーです。アベマ TV レイジ SFV オールスターリーグ第4節無料のインターネットテレビはアベマ TV、 アベマ TV 出演者は MC 八田彩子実況解説です。アベマ TV レイジ SFV オールスターリーグ第5節無料のインターネットテレビはアベマ TV、 アベマ TV 出演者は MC 八田彩子スペシャルゲストです。アベマ TV